邪悪がはびこるとき、必ずや現れるという希望の闘士。その昔、常に戦いの女神アテナの周りを守る少年たちがいた。彼らはアテナのセイントと呼ばれ、己の肉体だけを武器として戦った。その剣は空を引き裂き、その蹴りは大地を割ったという。そして今、真の勇気と力を持った少年たちが、新たなセイントとして蘇った。君は、コスモを感じたことがあるか？戦うぜ！全力で戦って勝ち続けてやる！いくら男だって嬉しい時ぐらいは泣きますよ。
みます。最強の剣と盾の前に敵はどう？できることなら私はアテナなどでなく普通の少女として。死が全ての終わりではあるまい。死でさえも変化。我が力、見るがよい。お前には神代の気持ちがわからんのか。この無数の死に顔は俺教皇がいたからこそ大地の平和が今まで守られた。引け、獅子の方向を。私がムーですが、何かご用でしょうか。この暗闇の世界に一条の光明を。どんな強敵を前にしても常にクールでいる。近頃の若いもんは勝手に金牛級を通り抜。実力もないくせにでかいことを言うやつ。覚えときな、イーグルの爪の。相変わらず可愛いことするじゃないか。
セイントには同じ技は二度と通用せん。100万回倒されよう。スミスは2回。